ではおまけ動画ということで、今回これね、焼きそば極激からこれをね、ちょっとゲームをしてね、食べていきたいと思います。で、まあ、単純に言うとサクッと終わるゲームを何種類かやってって、負けた人が一口ずつ食べていくと。聞かないでしょ。わかんない、食べたことない。ワンダーは超辛いって言ってて、ツイッターでも結構やばいっていうのがね、あるんで。で、まあなくなるまでね、一口ずつ食べてって、まあなくなったら終了ということで、死んじゃうじゃん、やっていきたいと思います。じゃあ、このね、極激辛、まあ、ちょっと作っていきたいと思うんで、これをちょっと、じゃあ作りましょう。はい、3人でやります、3人で。マキナちゃんは辛いの全然ダメなんで、うん、今回は撮影係で。はい、俺もダメだよ。いや、知らないでしょ。なんかメキシコのなんか超辛いとこ連れてかれたじゃないですか。デスソースとかなんかね、頼んだから。好きだけど苦手だから。じゃあ、頑張る、はい。頑張りましょう。はい、作りまーす。湯切りしてきたクマ。クマさんが喋ったクマ。ミヤさん、ちょっと一口試食しよう。栄光の一口目。リアクション芸人ミカミックス。いや、俺そんなリアクション芸じゃないからね。リアクション芸人じゃない人が食べたらどれぐらいのリアクション取るのかちょっと見てみたい。じゃあせっかくなんでいきますか、一口。一口。ちょっとね、ちょっとゲームもあるから。ちょっと結構だよ。ちょっとと言いつつ。いや、だってこれだって何回やんなきゃいけない、これ。そう。じゃあ一口目いきます。まあ、最初は多分大丈夫。ダメ。リアクションゲームじゃん。はい、動画終了。ありがとうございました。あー、やばい、これ。もう絶対負けない。言っとくよ、絶対負けない。そんなに。じゃあ準備できましたんで、まあ食べたけど、いきますか。じゃあ最初のゲームは何やるかっていうと、はい、なんか用意してあるけど、うん、じゃんけん。あ？じゃんけん。一番シンプルで早い。じゃんけんで負けた人はこれを食う。クマさん食えるの？全然飲み物用意してるけどね、自分だけ。負ける気ない。負ける気ない。もう絶対負けないよ、もう。これもう次やだ。じゃあ俺パー出す。俺これ出すから。いただきますよ。マジか。最初はグーね。最初グー。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。みんな素直かよ。いや、そんなの。え、ボードゲームとかなしでこれ行くの？はい、あ、まあこれ俺さ、大丈夫。あ、いいですよね。じゃあ、石川さんの一口。飲むのはちょっとあの、そうかい？いただきます。一口でもまだ大丈夫。優しいと思う。やばい。やばいですもん、もう。やばいやばい、痛い。まあ、クマさんだけ食ってないからね。あ、やばい。大かと思った。本当にやばい。ガチ。しゃっくり出そうだもん。あ、ちょっと俺、汗出てきた。いや、これやばいね。これ、なくなるまでやるよ。なくなるまで。よし。というわけで、じゃあ最初は。ね、さ、絶対負けない。次、あの、用意してあるこれ、これは取ってって、棒を色があるからね、青抜いて倒れたら負け。そう、倒した人が負け。はい、倒した人が負け。お茶。じゃあ俺から、じゃあいきますよ。これサクサクいきます。まずこれ振ります。黄色を抜きます。はい、じゃあクマさん抜きます。青を抜きます。いや、ぶっちゃめからいっちゃいなよ。やったことないから、どの程度で崩れるのかは結構残る。まだ結構残る。なんかすげえ慎重に引いてんだけど。青が結構。あ、なるほどね。はい、石川さん。黄色細いのいっぱいあるから、ね、あ、でもこうなんかバランス取ってるやつっぽいな。はい、じゃあ次俺。これ僕とどうなの？真ん中とか大丈夫？おー、なるほどね。はい、オッケー。これ結構危ない気がするもん。青太いんだ。なるほど、そういうことか。青太い。黄色は結構バランスが。色。赤あった。赤これもうどこでも平気でしょ。はい、はい、俺。黄色これ、いつも結構危ないんだけど。
なんかすげえめっちゃ傾いてますけど。傾いてるけど。おお、オッケー。はい、熊さん。出た。はい、赤。トイレだ。おお、ちょっと危なくなってきた。黄色。この黄色さ、もう危ないんじゃない？下から見る。下から見る。全然いいじゃん。はい、俺。赤。あ、大丈夫。うん、ここに集団がいるから集団がね青この青の集団見ちゃう。おお、結構傾いてきてない。俺も青ガンガン出てる。あぶね。うわ、赤これは、はい、だいぶ斜めってこれ崩れんの。青赤。あ、これはもうダメでしょ。ダメですよね。これもダメですよね。ダメです。はい。アウトですね。はい。でで。まだ辛いんだけどさっき。どれだけ取るかちょっともういいよ、お任せしますよ。結構いくね。いやだと。早くなくす。早くなくすか。じゃあ、次ね、ボブ辞典っていうのをやっていきます。まあ、簡単に説明すると、ここに、お題があります。で、マキナちゃんに、すでにもうカードをお渡ししてあるんで、その中から一つ選んで、カタカナで書いてあるんですけど、これを、カタカナを使わないで表現する。そう。日本語で。日本語で。で、マキナちゃんの説明を受けて、こっちの3人組の方が、まあ、はいって言って、挙手で。分かったらね。で、当たったら、抜け。勝ち抜け。で、残った人が負け。変則ルールボブ辞典。はい、変則ルールボブ辞典でいきます。はい。で、お手つきしたら、次のターンは、回答権なしで。一回休みで。という形にしたいと思いますので。それでは、じゃあ、マキナちゃん見ていただいて、はい、書いてある中から、言ってください。どうぞ。宇宙。は？宇宙。宇宙。どうですか？もう一個。じゃあ次お願いします。宇宙で。人。はい。あ、違う。宇宙飛行士日本語だもん。違う。宇宙飛行士ですか？違います。はい、じゃあ次ね。宇宙で人。いや、わかんない俺は。宇宙人。タコ。全然わかんない。はい。はい。クマ。エイリアン。正解。おっしゃ、クマさん抜け。クマさん抜け。勝負。タイマン。じゃあ次のカード。俺次食ったら死んじゃうよ、マジで。どうぞ。俺これね、すげえ弱いんだよ。この前やった時。すげえ弱かった俺。想像力がないから。俺今思考力停止してる。会員。会員。もうちょっと忘れ。答え間違ったってことですか。お手つきだよ。二つ目のヒントだ。じゃあ次お願いします。札。はい、はい、メンバーズカード。正解。おっしゃー、全然わかんねえ。おっしゃ、全然わかんなかったっす。おっしゃー、3連続は俺死ぬもん。まあ、てか、なんか減ったイメージないよね。ないね。減ったイメージはない。じゃあ俺も結構いきますよ、これは。やばいって。おかえりかな。うん、俺結構辛いのあるの。大丈夫だけど。まあ、休んだから、2ターン休んだから、連続じゃないから。はい、じゃあボブ辞典でした。はい、ゴブレット。ゴブレットねえ、
縦横に同じ色で、4つ並べた人が勝ち。ただし駒の大きさは4種類。こうか。で手番ごとに順番に置いていきます。ただしこれちっちゃいやつの上に大きいやつをかぶせていきます。なのでこうね、ここのところにこれって置いた場合、もうこの大きい黒だったらはい、かぶせてね、一列取れたりするんですけど、まあとりあえずこれで先に一列取った人が勝ち。なので2人ゲームなので負け残りで。負け残り。負け残り。負け残りでいいかな。負け残り。3人だから。じゃあ。よし。これ選ぶ色は？黒対。黒対。思考力なく、思考力なくだねこれ。思考力がなくなってきたこれ本当。よし。頼むよ。山さん VS 石川さん。はい、いくよ。じゃんけんほい。じゃんけん弱いな。どうぞ。先に大きいのを置いた方がいい。ああ、なるほどね。よし。リーチだ、リーチだ。いや、俺もこれ弱そう、うん、あ、それ動かせない。あ、それでいいよ。そうそうそう、なるほど。その上にかぶせるなら。あ、なるほど、なるほど。積み置いた。そっかそっか。積みいや、まだ積んだ、まだ積んでない。あ、うん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 、なるほど、なるほど、うん、あ、なるほど、すごいね。色を揃えた方が勝ち。匂いがやばい。匂いが2回食ってると思うんで思考力がないんだよね。本当に本当に結構やばいかな、匂いが。開示ぐらい緊張する。引き分けじゃない？おお。まだまだクマさんが勝つる。まだあるな。抜けたい。ちょっと動揺すげー飛んでったよ。動揺すげー。何ちょ、これ配置変えたのかな。これどう上がっても引き分けでしょ。これで引き分けか。ね、うん、引き分け、引き分け、ちょっと、セーフ。じゃあ二人とも食べたらいいんじゃないですかね。はい。だそうです。じゃあ引き分けはじゃあなし。引き分けはじゃあいいよ。じゃあ引き分けは二人で行こう。二人で引き分け終わらせたい。ちょっと初めて食う人のリアクション見たいんだ。自分は後ろ向いて食ってさ、まあ悶絶してる顔は多分見えないけど、うん、食べたくないな。そのカットして、うん、食べたくない。口だけ出せばモザイクかけとくよ、モザイクかけとくよ、うん、本当に大丈夫。後ろ側もあります、うん、食べたくないな。OK。
結構ガッツリ、あの下の方とかすっげえ辛そう。なんかでもちょっと甘い匂いがする。そうそう、美味しい、結構美味しいよ。これがなんか逆に嫌だ。汗止まんないんだけど。落ちた。結構怖いの、怖いの仕事だから。そうだね。じゃない。どこ？ペヤング？あ、ペヤング、ペヤングです。あー、バカだよね。字が出てる。じゃあ俺も食うよ。はい、引き分けだもんね。引き分け。早く終わらせたいんだけどさ、結構もういっとくよ。もう、うん。じゃあ何回食ってもないねん。お前、帰りたい。ちょっともう汗の量尋常じゃない。というゲームでした。はい、今回やらない。嘘。次、次、おかしい、おかしい、三上さんが食ってない。三上さんが食ってない。こうした、じゃあどっちの、どっちの声が先に決める。まあ、じゃんけんの何でもいいんで。なんか二人とも死んでるけど。君も僕も一部なんだよ。マンション欲しいでしょ。マンション欲しいでしょ。